して星になっちゃった。チルチル地が先、チルが先、チルチル地が先、チルが先、ミルクと間違えて涙も飲んじゃった。泣き虫な僕はウサギになっちゃった。チルチル地が先、チルが先、チルチル地が先、チルが先、チルチル地が先、チルが先、チルチル地が先、チルが先。おはよう、六月二十日湘南半ちゃんぽ、今朝の一曲はチルチル地が先、チルが先でした。このねチルという言葉にはね、あの漢字の茅ヶ崎の地、ね、茅ヶ崎の地にルと書いてチルという言葉、昨日エレチャリで あやさん、ね、にチルって言葉ハンジ君が考えたのって言ってもらえて、そうですって一応言ってきました。ね、茅ヶ崎のこの雰囲気ね、この雰囲気といわゆるチルアウト、チルアウトのあの感じでもただまったりするだけじゃなくて、こう茅ヶ崎らしいさ、ちょっとワイルドというか、ちょっとこう不良な感じ、その辺もね含めたチルという言葉、それのチルチル茅ヶ崎、チルヶ崎という言葉をね今勝手に発信してます。まだ茅ヶ崎在住半年の初心者ですがね、チルという言葉すごい好きだと思うんで、すごいね、なんか茅ヶ崎っぽいなと思ってるんで、これをなんとかね一般的な言葉にしたいなと思ってます。まあこういうこと言っとるからね、あいつ新参者のくせになんだよって人もおると思う。ただわしは全然気にしない、ね、なんか街全体を盛り上げたいとわし思ってますね。茅ヶ崎そして湘南地区全体を盛り上げたいね、そう思う、そう思っとる、まあいわゆる同志ね、同じような考え思っとる人たちは全然わしのことね新参者だけど、なんかおもろいアホなやつが来たってね大歓迎してくれとるんで、そういうねその機運を高めて湘南特に茅ヶ崎を盛り上げていきたいと思ってます。で昨日のレレチャリは1万2400円のレレチャリ資金が集まりました。ほんとね協力してくれた皆さんありがとうございます。で中村さんというね渋いギターで弾き語りする方がDVD 名作映画の DVD を何十枚だろう、この何十枚もね提供してくれて、だから来月のレレチャリ7月30日にあるけど、その日もレレチャリの最後の方で、まあ、投げ銭的な感じをやります。その投げ銭の、お礼としてその、名作 DVD を、皆さん持って帰ってくださいね。法廷まあ茅ヶ崎でもだいぶねレレチャリというかわしの活動もなんかねみんなにこう応援してもらえとるような感じになってきてすげえ嬉しいんで、このまま茅ヶ崎からね、まあ、ワンミュージックね、ワンオーシャンワンミュージック精神、そして、まあ、湘南ウクレレフェスをねやっぱりね開催したいんでね、あとは茅ヶ崎音楽祭ね、茅ヶフェスもやりたいんで、最後にちょっと湘南ウクレレフェス歌っていいですかね、昨日歌ってなかったんで。湘南ウクレレフェスティバル、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 三浦横須賀早松鹿枕藤沢茅ヶ崎、平塚大磯二宮小田原真鶴湯河原、どこからどこまでが湘南と呼ばれる街なんですか、その真ん中にある茅ヶ崎は間違いなく湘南です。湘南ウクレレフェスティバル、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 東
京から1時間で来れちゃう都会のパラダイス。箱根熱海伊豆富士山日帰りできちゃうパラダイス。パラ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 ダイス。お散歩しながらウクレレ弾けちゃうウクレレパラダイス。湘南ウクレレフェスティバル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 。ありがとう。そんな上でまたお会いしましょう。ハンサマンでした。 GoPro ビデオストップ。